吉田さん、私のね、モチベーションの上げ方、まあ一緒ですね。私もね、無理だろうって言ってやらないから、じゃあ無理を無理じゃないようにするために工夫しようと、まあ、そもそも私ビジネスとか仕事って無理だと思われていたこと、多くのお客様とかね、多くの方が無理だろうと思うことを実現するからプロであり仕事になると思ってるんですよ。だってほとんどの方がやらない、できないと思ってるところをできちゃうわけですから、じゃあお金払いますって話になるじゃないですか。私は車の修理ができないんで人にお任せしてました。だから当然お金払ってました。でも今年はね、1年間でナイト2000を通じて修理は自分でできるようになってきたんですよ。だからだんだん人に頼まないようになってきました。で、自分が修理した箇所はもう今後一切ずっと自分で直せるっていうね、そんな自負がありますんで、やったことってのは自分を裏切らないなと思います。で、不可能だろうと思う人が多ければ多いほど、私はそれをね、解決して可能にしていくってことが先行者利益だと思うんですよね。多くの方の先行者利益の意識っていうのは、もう誰にもない情報を取っておこうみたいな感じですけど、そうではないと。今まで自分がやれなかったことをできるにしていく、その過程で生まれたものが先行者利益になると思うんですよね。で、40歳からインターネットで稼ぐなんて難しいだろうって思う方が多いからこそ、私は40歳から始めて、じゃあ40歳からうまくいったらね、それ目立つじゃないかと、自分は圧倒的な地位に立てるじゃないかと思って、それがモチベーションになりました。やっぱりね、40代で一緒に始めた方、まあもう年だから無理だねってやめていきますよね。いや、40代で無理だったら50代はもっと無理だろうと、60代だったらもう絶対絶望だろうみたいな感じなんですよね。だからそういうこともあってね、私はね、多くの方が無理だろうと思ってビビるからこそ自分には可能性があると思って、多くの方がね、やる気が出てるもんではすごいレースになるじゃないですか。多くの方がやる気に満ち溢れて可能性があるものに飛び込んだところで、それはね、勝ち目なくなっちゃいますよね。でも多くの方が諦めやすいところで自分だけが踏ん張っていれば、いつの間にか勝てるみたいなね。だから吉谷さんと同じですよ、考えてることね。それからやっぱり自分がやってきたことっていうのは自分を絶対裏切りません。1億円を1人で稼いだぞとかね、アフィリエイトでトップアフィリエイターになったぞとか、ブログ記事を量産したぞとかね、 YouTube 量産したぞとか、それから1日50本の動画をアップロードしたぞとかね、撮影したぞとかね、これも同じですよね。自分がやったことって振り返ってみると、1日ね、50本とか100本動画を作るのが大変ですっていう人がもしいたとしたら、まあ大変な気持ちはわかるけどできるよねって、何回も俺やってきたし君もできるよねっていう話になるんですよ。だから自分がやってなかったら、動画をね、10本すら上げてなかったら、50本100本なんて前人未到と、そんな無理だろ嘘だろと思いますけども、自分でやってみたら案外できるなみたいなことをね、感じたりしますよね。自己アフィリエイト、これね、自己アフィリエイト私むちゃくちゃやり込んできたんでみんなびっくりするんですけども、例えばね、私自己アフィリエイトを今まで何件やってきたかなって考えたら多分数千件なんですよ。1万件はさすがに行ってないと思いますけども、小さいものから大きいものまで1000件は余裕で超えてるんですよ。最初の3年間で1000件を超えたのを確認しましたからね。で、それからずっとやってるわけなんですよね。だからね、5000件やってるかどうか分かりませんけども、まあ2000件ぐらいはやってると思いますね。そうなるとね、どんな自己アフィリエイトの経験を持った人にも今自分の経験では勝ってるというところがありますんで、自己アフィリエイトの経験がある人とトークをしても、そんなことまで知ってるんですかみたいなレベルになってきますし、私がどんな形で自己アフィリエイトやってきたかっていうと、その自己アフィリエイトでね、毎月100万すら稼いでない人から見ると、もうかなりもう天井人みたいになってるという自負はあります。だって私から見ても自己アフィリエイトの件数が少ない方って私よりも卓越してないですからね、だからね、もう勝てる気しかしないです、その辺で考えてみたら。じゃあ具体的な数字上げていきますよ。生命保険の自己アフィリエイト、アフィリエイトですね、自己アフィリエイトじゃなくて、これね、自己アフィリエイトをやり込んでいくとどうしてもね、アフィリエイトになってくるんですよ。で、そのアフィリエイト活動の中で私はね、生命保険の契約を、まあ、毎月ね、7件から8件決めてるんですよ。これファイナンシャルプランナーの方でもここまで決めないと思いますよ。で、私は一回も人に会わずにそれを決めてるんですよ、文章だけで。だからなかなかいけてるんじゃないかなと思うんですよね。私、保険業界に明日勤めに行っても多分契約バンバン決めると思います。しかも各個別訪問とかなしですよ、リストなしで決めれると思います。それからね、あとクレジットカードですね。クレジットカードは私はね、生きてた時期っていうのは1日20件とか決めてましたね、だからね、1時間に1本ぐらいこの確定通知が来るみたいな、確定通知っていうか、エントリーの通知が来ると、今クレジットカードがアフィリエイトリンク通りましたみたいな通知が来るみたいなことありましたね。それからね、FX の口座開設は今でも10件から20件とか、これはね、毎日って言ったら言い過ぎですけども、まあ結構ありますね。毎日にすると3、4件ぐらいですかね、どんどん決まります、アフィリエイトが。もちろん最終的に口座を作らなかった方はキャンセルされますんで、全部が全部ね、報酬になってるわけではないですけども、でもね、バナーを踏むだけでも
そんなに数多くないと思いますよ、ほとんどの方は。それからあと暗号通貨の時期に、私暗号通貨の YouTube いっぱい出してたんですけども、そこで一番美味しかったのはね、暗号通貨の YouTube のここに広告がつくんですよね。そこから暗号通貨取引所の契約が起きるわけですよ、口座開設が。当時ね、高いところで口座開設したら1万5000円報酬みたいなのがね、多かったですね。安くて8000円とかね。だから1日にそれがね、何件も決まる、30件ぐらい決まるわけですよ。それはもうね、濡れ手に泡っていうか、このペースでいったらまた1億円いくなと思った時期もありましたね。まあそんなね、報酬の高い時期ってのはそんな長く続かなかったんですけどね。まあでもこんな感じでアフィリエイトを卓越してくると、あ、こういう結果になるんだっていうのが見えるんで、嘘をついてる人はね、ことアフィリエイトに関してはすぐ分かるわけですよ。まあその中で見抜けなかったのが、マトリックスアフィリエイトなんですよね。マトリックスアフィリエイトはやられましたね。あんな嘘で塗り固めたものに私でも引っかかってしまうから、アフィリエイトの経験がない人とかね、簡単に稼ごうと思ってる人がいっぱいね、巻き込まれるのは、まあその通りだなと思いました、まあね、私がそれで学んだのはね、自分のこの知識を詐欺に使ったらむちゃくちゃ当たるなと思ったんで、絶対しないぞっていうことですね。俺はしねえぞみたいな、俺は誠実にやっていくぞ、そうすると嘘ばっかりのその人たちは退場してきますんで、でちゃんとやってる人が残れるってことで、残ってるのが私と吉谷さんということでございます。はい、モチベーション出まくりですよ。だからていうか、モチベーション無視なんですけども、だってモチベーションがない人ばっかりなんだもん。なんか自分の状況が悪いって信じてる人ばっかりなんだもん。それはモチベーション悪いですよね。でも同じ状況でもこれ有利じゃんって、逆にチャンスじゃんって思えるようなね、自分で無理やりモチベーションをね、こうくるっとね、回転させて作っていくと、まあ、それが習慣になってるんですよね、きっとね。どちらかというとね、投げやりになってる人が多い中でこそ、私はねちょっとねやる気になるんですよ。みんながやる気になってると結構冷めるんですよ、さよならみたいな感じになっちゃうんですけども、やる気ねえなこいつら、よっしゃ一応やってやるかみたいな感じですよね、まあ、これも昭和魂なんですかね、やっぱりね。はい、では本日は以上です。皆さんどうですかね、モチベーションどう感じます、どうしますか、私はね、やる気がない人の中でこそやっとるかみたいなのになるんですけどね、甘なじゃくですかね。では行ってらっしゃい。